皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は飼い主さんが猫と寝るときに注意したい3つのことについてご紹介します。 1. 子猫と一緒に寝ないようにする。子猫と一緒に布団で寝てしまうと飼い主さんが知らない間に潰してしまうことがあります。危険ですので別々に寝るようにしましょう。 2. 衛生面での不安や飼い主さんに猫の病気がうつる可能性がある場合は一緒に寝ないようにする。外での生活時間が長く猫が汚れていたり心筋症や寄生虫など人にもうつる病気にかかっていたりする場合、飼い主さんも病気になってしまう可能性があります。そうした恐れがある場合には別々に寝ましょう。 3. 日頃から猫と飼い主さんが別々に過ごす時間も意識的に作る。震災などの災害による避難生活で離れてしまったり誰かに預けるなどで離れて寝なければならない時が来るかもしれません。そうした時のために猫と飼い主さんが別々に時間を過ごし離れていても安心して寝られるように練習をしていくことも必要だと思います。今回は飼い主さんが猫と寝る時に注意したい3つのことについてご紹介いたしました。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。